コーヒートークの続きやっていきたいと思います。前回は2日目に突入して、ジョルジ巡査とフレイヤさんが来店なさって2人に飲み物をサーブしたっていうところからのスタートとなっております。じゃあ2人の会話を聞いていきましょう。で、新聞の方はどうなんだいフレイヤさん。いつものごとくひどいもんよいつものごとくボスと危険な取引をしたらしくて。おお、危険な取引とか言うとね、警察官もね、そりゃあの目になりますわ。おっしゃる通りでこいつらよく俺の前でそんな会話すんなみたいな顔よね、きっと。どういった取引だ。人生を一変させ得るやつさなんかぼやかしてわざと危険ぼやかしてわざと危険そうに言ってる気がする。だけどすっごくやばいやつ。おお、なるほど。そして後悔しているやつ。あー、なんか後悔っていうのが闇取引っぽくてリアルいなでもまだね、後悔しっぱなしになるかどうかはね、フレイヤさんのこれから次第ですもんね。そうでもないけど。おお、やる気には溢れている。頼むぜあんたら、詳しく聞かせてくれねえかなあなたが話して。犯罪だったらもう話さんわな、そもそも。フレイヤさんは仕事中、上司の目を盗んでこっそりとその自分の小説を書いているんだまあ真面目な社員じゃないよね。度胸あるね、そいつは認めるそれ言われてがっくしって感じなんや。同感だ。うへえ、ありがとうで、今んとこ調子はどうだい。遅れてはいないかな。ゼロやけどね。一歩足を踏み外したら奈落の底へ真っ逆さまだけど。おお、なんかやっぱ小説書くだけあって比喩表現的なおしゃれっぽいことを言うんだな。ま、頑張ってくれや危険性がないことを察知していい笑顔になりましたね、ジョルジ巡査。大丈夫、彼女がクビになることはないよ。少なくとも今のところなんか今日読み方すごい変だな。大丈夫、彼女がクビになることはないよ。少なくとも今のところは含みを持たせた言い方ですね。もっとも何かしくじったらこの先厳しい人生が待っていそうだね。せっかく大手の新聞社に入ってお仕事させてもらってるのにもったいない感もあるよね。念を押してくれてありがとう。だからそう、バリスタの言った通り、編集長はこのことをまだ知らないんだ。ああ、目を盗んで小説を書いているということですもんね。けど私の小説はどのみちうちの親会社から出版されることになる。おう、ってことは今も会社のために働いてるってわけ。あー、なんだろうな、日本のイメージだと作家さんって複数の出版社と契約してね、いろんな会社から本小説を出すイメージなんですけど、海外ってどうなのかな。一社の出版社と専属契約してそのために書くみたいな、まあ、雇われ作家みたいないたりすんのかな。ボスにバレたら大目玉を食らっちゃうけどスリルを味わってますね。ちょい待ち、時間を盗むのは犯罪か。いやでもなんかその言い方もおしゃれだな。時間を盗むのは犯罪かっていいね。だったらあんたを逮捕しなきゃいけねえ犯罪じゃないって分かってて言ってる感じですねバカにしないでよみたいな。ちょっと自分はどうなのよ。ジョルジーさんはね、副業じゃないですもんね、パトロールの一環ですよ。こいつはただのコーヒー休憩だ。おお、たまに長いこと居座っちまうが、コーヒー休憩には変わらねえよタバコ休憩とかコーヒー休憩は海外にもしっかりとある文化なのかしら。それってフォローになってないけど悪いのは君だからね。ああ、まあまあまあ、筋の通った仕事はしてないもんね。ちょっと傷口に塩を塗んないでくれます
ジョルジュ巡査楽しそうやな。僕は事実を述べたまでさ。ははは、励ましになるかはわからねえが、あんたが作家として終わっちまったら、もう警察ではいつだってあんたみたいな度胸のある人材を求めているぜ。勤務時間中働かんが、この人は。勤務中に別のことをやりたがるくせについちゃ黙っといた方がいいけどよ。まあ警察ね、度胸ないと犯人逮捕できなさそうだしな。ありがとうって言いたいけど、これって怒るべきとこじゃない？いや、まあ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 、欲されてるのはいいことですから。あんたならきっとうまくやれるさ、フレイヤさん。この一言はなんか真心じゃないけど、気持ちを込めてジョルジュ巡査も言ってくれそうな気がするな。あんたならきっとうまくやれるさって。書くことはもう決まってんのか？お、テーマの話。うん、実はそうなの。すげえや。で、何について書くんだ？テーマ決めるのってかなり難しい気がするもんな。とある喫茶店とそこで交わされる人々の物語。おしゃれな言い方するね。ジョルジさんも気づいたね。あんた的には構わねえのか？ね、構うんだけどね。止めたって無駄だしね。個人情報よ、ほんと。どうしたの？持ち場のそばのコーヒー屋でやたら長めの休憩を取るのが大好きな怪しい警察官のことは書かないでくれよ。怒られそうな気するもんね、バレたら。フレイヤさん、作家とかがね、ここの喫茶店がモチーフですみたいなのがね、ベストセラーになって言っちゃったらね、あの警察官じゃないってなるもんな。あはは、その警察官の話は絶対書いちゃう。相当仲いいんだろうな、この二人。笑いを誘ういいキャラクターになりそう。まあ確かにね、ジョルジュさんいいキャラしてそうだもんな。それって褒めてんのかからかってんのか？褒めてるつもりだけど。そうなのか？同意しかねる。バリスタいかんよ、そんなこと。褒めてるよ。ちょっと、今夜はやけに手厳しくない？ね。バリスタはおそらくプライバシーの侵害で客が減っちまわないか心配なのさ。ほんとよ。この店そもそも前回だって3人しかお客さん来なかったのに、個人情報がバラされるとかなったらね、もう誰も来んやろ。逆に小説に載りたい、フレイヤさんの小説に載せてほしいみたいなファンになった方が来るかもしれんけどね。へへへ。ちょっと別に実名を使うわけじゃないし、それにもちろん聞いた話はガラッと脚色する、じゃないと困るよ。余計ひでえや。脚色が？要はね、私が聞いた話はこの物語の着想点に過ぎないってこと。まあね、エルフとサキュバスの物語みたいなね、そのカップルみたいなところからねだけ着想を得るとかね、まあ、もっと言えば男女の話とかだけでも、家族関係が複雑な男女の話とかだけでもいいしね。言いようは物語と物は言いようって感じだな。ところでこの町の駐在さんなら、おお、駐在だってるか。地元の人たちからいろんな話を聞いているんじゃない？おお。でもな、どうなんだろうな。普通の警察官ならそんなに聞かなさそうだけど、ジョルジュ巡査ってこういうカフェでまったりするぐらいだから、普通の市民、一般市民と仲良くおしゃべりしてしれっと情報収集してそうだな。いいよ、ちょっと。ジョルジュ巡査もうめっちゃこっち見るやん。目そらせねえフレイヤさんから。タバコ吸うペース、はいや、全くない、ないないないだ。こっちも見らんくなってしまった。前に一度新聞のコラムで協力してくれたじゃん。おお、前科あり。この辺りをうるつく実はリッチな物乞いの話とかさ。なんかどっかの国では物乞いが一個の職業レベルじゃないけど、かなりお金稼げるって話聞いたことある気がするな。他にもああいう面白ネタ持ってるんでしょ？絶対持ってるわな。つかあんたに協力したのは一度じゃ聞かねえぜ。おー、え、そうだっけ。今度は俺がちょっとっていう番だな。いい顔するな。それってどのコラムのこと？ありすぎん、心当たりありすぎるんじゃん。
あの大道芸人のことを聞いてきたろ。ほーん、いつもギターを弾いてバラを持ち歩いてるやつだ。ギターを弾いてバラを持ち歩く大道芸人、なんかだいぶロマンチックな匂いがするけどな。あ、うん、彼ね。ああ、哀れな彼だ。哀れなんや。どんな話やったんやろ。捜査中に恋人が死んだことを聞いて、おー、なんつうか辛いよね。その恋人に、捧げるためにバラを持ってってるのか。勤めて衛生に振る舞ってたけど、おー、辛かっただろうが、あんたが踏ん切りをつけさせてやった。お、ってことはなんか物語にするなり取材するなりしたってことかな、フレイヤさんが。あ、自分の話を新聞に使われて苦情を言ってこなかったのか。あー、しっかり使ったんや。ちゃんと許可をもらった上で編集に回したから。あー、偉いね。そこはちゃんとそういうことするんや。まあ、あのコラムが掲載されてあいつも一気に顔が売れたからな。あー、大道芸人だったらね、そういうとこあるか。大道芸人にとっちゃ十分すぎる収入を得てら。うんうんうん、そうね。今では例のバラも小道具になってる。あ、悲しみを乗り越えた一つの象徴になってそうだな。とにかく本題に戻りましょう。何かいいネタない？ちしゃ猫みたいな笑い方すんな。わかったよ。ある娘さんの話でもしようか。おお。うんうん、聞かせて聞かせて。フレイヤさんの話だろ。この娘さんは最近近所のカフェに入り浸っていてな。変わった娘で何の仕事をしているのかもわからねえ。けどよ、その娘は鮮やかな緑色の髪をしていて、緑髪の妖精の話や。もうちょっと、このちょっとっていうのが口癖に聞こえるというか、口癖っぽいな。本物の話が聞けると思ってワクワクしてたのに、今のも本物じゃん十分。ジョルジさんの似合って顔いいな。お前さんは本物じゃねえって。おっと、話がいきなり深くなった。ついついチャチャを入れちゃう。私のキャリアもいきなり転落してますけど。おお、深いってそっちの意味ね。奈落の底ね。うまいねみんな。おいおい、突然落ち込むんだな。もうそこも深いにかけてんのかな。そうだぞ、元気を出せ。あんたのせいよ。うー、ごめん、プレッシャーのせいで気分にムラがあって。大きいことを成し遂げようとしてるからね。お前さんなら大丈夫さ。面白い短編を書いてんじゃねえか。おお、ジョルジさんも見てんだ。ところでなぜこの店なんだ。おう、この店で過ごしてる時間が長いからかな。おう、やっぱ結局というか、結構この店に入り浸ってフレアさんは物書いてんだね。それにそう、昨日この店に一組のカップルが入ってきて。思い出してちょっと悲しそうな顔にね。彼らがどうした。その二人は苦しい悩みを抱えていたの。その種族の違いに、文化の違いに、家族に許してもらえないとかね。まあ家族の違いは人間同士でもあるけど、種族の違いっていう壁はすごそうだもんな。二人の話を聞いてたらすっごく痛みが伝わってきて、やっぱ作家さんになる人ってこういう共感能力みたいなのが高いんかな。それって大勢の人が体験してきたことでね。おお、小説という形で繰り返し語られてきながら、今なお語り尽くせない興味深いテーマでもあって、なんだろうな、ロミオとジュリエットじゃないけどね、一番昔といえば、まあ講義的な意味ではアダムとイブも恋愛の話になったりすんのかな。そいつらは常連なのか。いや、彼女の方は確か前にも来たことがある。おー、1回目じゃなかったんや。同僚か顧客と一緒だったけど。あー、だからあんまり おしゃべりせずに相手したんだ。友人の酔いを覚まそうとしていたな。酔い覚ましのコーヒーを出したの。
もちろん断った。へえ、コーヒーを飲みたがるお客さんもいるが、僕はそいつを勧めていない。酔い覚ましにコーヒーダメなんだ。大抵は紅茶やココア、ただの水なんかを出してあげるかな。へえ、紅茶やココア、なんでコーヒーダメなんだろう。それって優しい。注文が違うって怒られなきゃいいけど。おお、まあそういった時もある。ここは物ごっつポイントですよ注文と違うものをこのゲームでは作れるので、いつかそういう機会が来るかもしれないっていうところですね。へえ、そいつは面白いや。おっと、もうこんな時間だ。勤務の時間だぜ。元から勤務の時間じゃなかったの。そっか、じゃあしっかり働いてきてね、パパさん。おう、なんか勤務に行くってなったらニヤッとしてフレイヤさん見るんだ面白い話があったら絶対私に教えてよ。そいつが癖にならなきゃいいがよほんとね、もうジョルジさんからしか話聞かんみたいなね、ことにならなきゃいいけど。それは約束できません若いなフレイヤさん、なんかいいな、ハツラツとしてて。さて行くわ、みんなまたな。お気をつけてジョルジ巡査、またね。おお、行ってらっしゃいだ。さて私も執筆に戻らなきゃ。まだお客さん来てないけど書くもあるのかな。てかあれか、新聞のコラムとかも書かなきゃいけないのか。悪気はないけどマジで集中したいの。悪気悪くは思わんだろ、作業してる人のこと。てなおかでいつもの隅っこへ移動します。はい、いってらっしゃい。いいものが書けるといいね。お、それと水分補給を怠らないように。さあこの水を持っていくんだ。いいよね、コーヒー次の飲み物頼みなとかじゃなくてお水を持たせてあげるの、すごくバリスタ素敵。うわあ、あなたってほんと最高かも、バリスタ。どういたしまして。それでは空想の世界へ行ってまいります。あー、想像力が武器だもんな。どうぞごゆっくり。お、目の前にお客さんがいなくなっちゃった。今日はこれで終わりじゃないか。ふーむ、この一杯はお試しで出せるかな。うん、研究してね、ちゃんと。おっと、お客さんだ。次のお客さんは、お、かっこいい二人組ですね。ああ、いらっしゃい、ガラさん。右の方がガラさんで、左の方がハイドさんですね。よう、バリスタ、ここに座っても。右のガラさんのスマホはね、なんか服のジャケットと髪の色に合ってる。今日、お口トロトロすぎんか。ガラさんのね、スマホは髪の毛の色とジャケットの色に近い紫っぽい色ですけど、左の方はね、なんかすごい金ピカのスマホみたいな持ってるんですね。ええ、もちろん。ハイド。うん。すごいあたりを伺うじゃん。ふむ、ここがお前のおすすめの店か？おお。初めてのお客さんだから、探るような目つきなわけだ。ちょっとじゃあ、二人を友達ルで見てみますか。ガラさん、9月13日マイ略歴、元軍人、現在は病院勤務。好きなもの、食べ物、温かいもの全般、生姜入りのやつ。音楽はメタル、メイデン。本はフルメタルジャーベット、ジャーヘッド、全然知らん本だな。人生の過ごし方、他人を癒すことで自分を癒そうと努めている。猫との触れ合ってる姿とかね、なんか腕とかがすごい傷だらけですけどね。病院勤務で他の人を癒すことで自分を癒す。元軍人とかだけあって、なんかね、いろいろいろんな過去がある方なんだろうな。ハイドさん、かっこいいっすよね。スーパーモデル、ヴィーガンの吸血鬼、すごくない？吸血鬼でヴィーガンよ、意味がわからん。プロのモデル、仕事の依頼は担当のアリッサまで。マイ略歴、ロストエンジェル事務所に所属。ロストエンジェル事務所か、
地球歴はかなり長いが、今でも人生の真実と目的を探求している。やっぱ吸血鬼ってね、長いのかな寿命が。好きなもの、10年間一滴も生き血を飲んでいない自分。うん、誇りになってるんですね。人生の過ごし方、現在はモデル、過去は株トレーダー、起業家、ベンチャー投資家。やっぱ本当に寿命長いんだろうなっていう株やって起業やってベンチャー投資家やって、なんでモデルになったんだろうって感じですけど、まあまあまあ見た目かっこいいもんな。はい、そんなお二人でございます。気に入らんか？問題ない問題ない。この人ね、結構言うことをズバッと言ってニヒルに笑って、でもなんか直接的に褒めてはくれない感じの、難しいけどでも愛嬌があるハイドさんなんですよね。ぜひ見ていただきたいっす。お前がロスで見かけるような、ロスで見るようなカフェとは違うさ。ロス、ロサンゼルスってどうなんだろうな、どんなカフェなんだろうな。こんな渋いカフェじゃないのかな。けどよ、指ピーン、おう、ガラ、いいんだ。お話中すまない、何か飲むかいね。まだお水すら出してないから。ああ、お前は何する？お前が先だ。初めてのお店だからこそ出方を伺ってんのかな。目の色が紫ってかっけえな。わかった。でもガラさんの緑色の目もいいっすよね。生姜入りのコーヒーでもいただこう。はい。生姜入りのコーヒー、実はこのガラさんに、ガラさん特製のガラハットっていう紅茶があるんですけどね、これは後々に出てきます。で、生姜入りのコーヒー、あ、ジンジャーブレッド、シナモンないな。ジンジャーラテ、コーヒー、生姜ミルク、お、いいじゃん。説明書いてあったな今。ジンジャーラテ、寒い夜にうってつけ、コーヒー、元気が出て温まる一杯。あるいはジャヒトゥブルック、カップの底のコーヒー粒を生姜が滑るなのかな。インドネシア発祥の一杯。うん、どっちがいいかな。まあでも生姜入りのコーヒーっていうぐらいだから甘くない方が良さそうなんで、コーヒー、コーヒー、生姜のジャヒトゥブルックにしますか。全然コーヒーと生姜の組み合わせって試そうと思ったことないけど、美味しいのかな。どうぞお待ちどうさま、ジャヒトゥブルックです。ありがとう。美味しいのか。ご注文は何にしますか。それうまいかね。気になるよね、生姜とコーヒー。シナモンとかはね合いそうだけど、イメージわかんな。俺は好きだ。お前の口に合うかは知らんが。なるほど、彼と同じものを。はーい、ジャヒトゥブルック。これ違うもん出したら怒られたりすんのかな。まあまあまあ、同じものをって言われて全然違うものを出す店員気が触れとるやろうけど。どうぞお待ちどうさま。どうなんですか。ふむ、いいチョイスだ。あー、美味しいんだ。あのコーヒーに浮いた生姜って食べるのかな。で、今のとここの町はどうだい。懐かしい、昔住んでたみたいですね。ここ数年で多くのことが変化していて驚いたが、ああ、ここ20年で世の中は大きく変わった。このカフェも数年前はバーだったはずだ。ああ、数年前ぐらいのレベルか。なんか寿命長いはずだったからもっと大昔に来たのかと思った。いつこの店を開けた。このカフェを始めたのは6年前かな。数年前って、6年前がドンピシャで数年前じゃないのって感じだけどな。ハイド、私はハイドだ。あ、っていうのは名前を呼びかけようとしたってことなのね。今の話からして君はロスから。そうだ、数十年前はこの町に住んでいたが、数十年前、ほんと過去だな。なぜシアトルへ。なんか言っちゃいけないことなんですか。仕事のためだ。なんで一回ガラさん見たんだろう。数週間はこの町に滞在すると思う。ほう、モデルがね。
あちこち飛び回ってんのさ。スーパーモデルってそんなアメリカ内をビュンビュン飛び回る仕事なのかな。なるほど、君たち二人は付き合いが長そうだね。うん、仲良さそうだもんな。そうだな。ああ、お前が結婚した後ですぐ会ったんだっけか。お、ハイドさんって結婚してるんだ。確か60年代だった。1960年代。へえ、そいつはかなり昔だ。私たちには最近だ。吸血鬼はね、長く生きそうな気しますけど、あとエルフもね。ガラさんはね、普通の人間そうに見えて、傷だらけだけど人間そうに見えるか。まあそれは置いといて、あ、胸元とかね、ちょっとヒントっぽいんですけど、狼男なんですよね、実は。で、狼男もね、そんな寿命長いんだって感じですよね。ちょっと待った、僕の記憶が確かなら、人狼と吸血鬼の平和協定が、そう、右側の方が人狼、左側のハイドさんが吸血鬼。調印されたのは確か1865年だ。なら君たちの言う60年代っていうのは1860年代ってことかい。俺も1960年って思ったけど、さらに100年違う。で、今これ2020年とかだっけ。そんなもんだっけ。もう200年とか300年生きてるってことよね、きっと。年齢知りて、2人とも止まってキョロキョロして。ふ、いや、俺らが会ったのは1960年代だ。おお、よかったよかった。何がいいのかは分からんけど。人間の基準に照らせば私たちは年寄りだ。ね。人間からしたらね。てか成長速度とかもどうなるんだろうな。が、そこまで年を食ってはいない。ああ、1800年代ほど、890年ほどってことね。違う。1860年代で出会うほどの年は食ってないってことね。けどまあこうして会うのはしばらくぶりだけどな。うん、ハイドさんがロスにいたからね。20年は長い歳月だ。年月って言った方がおしゃれか。この場所だろ、私たちが初めて会ったのは。バーだった時かな。うん、ああ、バーだった頃だ。移転したのか。潰れた。あらあら。ああ、そいつは残念だ。でもそのおかげで今こうやってコーヒーショップを構えさせていただいてもらってるわけですから、残念がらんでもろて。まったく。ふむ、今のはどういう反応だい。ふ、なんでもない。いや、まあまあ、ハイドさんも思ったんじゃない、そのおかげでこの店ができたのかみたいなところ。ただ考えていた、歴史は繰り返すのかと。おっと、失礼発言か。コーヒーは美味しかったでしょうよ。僕はそうなってほしくないよね。俺はオープン当初からあんたの店に通ってる。6年前からの常連さんってすごいな。この店は特別なんだ。おお、すぐに潰れたりはしないさ。根強いファンはいそうよね。ありがとう、ガラさん。ところでしばらく顔を見せてなかったね。おお、そりゃ困るよ。ちゃんと顔を見せてくれないと、お客さん少ないんだからさ。仕事が忙しいのかい。まあな。新種のウイルスが見つかったって最近ニュースになったろ。ああ、ゾンビウイルスね。あのシアトルに上陸かみたいな言ってたやつ。それで病院がひどく混み合ってる。ゾンビウイルス、てかゾンビは一つの種じゃないんだ。何が種として認められるんだろうな。ゾンビはさすがに死体が動いてるみたいな話になるのか。危険なウイルスなのかい。なんとも言えんな、新種だから。けどまあ病院へやってくる人の多くは、こう言っちゃなんだが、被害妄想に駆られてるだけだ。心配性が過ぎてくるって感じ。今もあの病院で同じ仕事をやってるのか。もう前からの知り合いだからこそ知ってるわけだ。なんていう役職だったか。医療事務だ。お医者さんじゃないのに、この服装、お医者さんというか看護師さんかじゃないのに、やっぱ医療事務の人でもこの服装なんですね。中のあの緑色の制服みたいなやつね。そしてそう、今もあそこで医療事務をやっている。うん、お前はもうフル株だ。新しい役職につけないのはおかしい。おお、そういうことを考えてくれるんだ。
病院からは管理職にならないかと誘われたが断った。今の仕事が好きなんでね。あ、患者さんと近くで接していたいタイプの人なのかな。他人を癒すことでっていうぐらいだし。ふむ、まあ人それぞれか。それより思った、病院では今も合法血液を売っているのか。合法血液、脱法ハーブみたいな。ああ、今はもう病院へ足を運ぶ必要はなくなったかな。あ、まあでもそうか、吸血鬼だからこそそういう血液事情が気になるのか。例の血液売買アプリを通じて注文するだけだ。ブラッドラストか。おしゃれだな、なんか。そう、それだ。ブラッドラストは病院から血液を仕入れてるのか。なんかそっちの方が安心できるけどな。知らんところから血液集めて売りさばいてますよりかね、病院からの方が良くない。自分たちじゃ血液を承認できないからな。あ、でもまあ、闇アプリ、闇サイトみたいな感じじゃなくてちゃんとやってるやつなんだ。それができるのは病院と保健省だけだ。彼らは売り込みにたけたただの仲介人ってところさ。お前もよく使うのか。いや、ヴィーガンの吸血鬼はどうでしょうね。いや、そんなには。ヴィーガン生活を試していると言ったろ。試している、10年間飲んでないって言ってなかったっけ。そうよね、10年間一滴も生き血を飲んでいないって。10年が試すレベルなんだもんな。だがあのベンチャーの創設者は知っている。おー、昔投資家だったからかな。あ、そっか、ヴィーガン生活はうまくいってんのか。ヴィーガンの定義ってなんだろうな。血液もヴィーガンに入ってくんだ。たやすくはないが不可能でもない。すまない、一つ聞いても。君の言うヴィーガンってのは二度と血を飲まないってことかいね。ヴィーガンの定義気になるわな。生き血をな。合成血液は別だ。あ、化学飲料みたいなやつ。化学飲料、化学飲料ってなんだ。まあまあまあ、そんなもんでしょ。合成血液、ちょいと説明が難しいが、基本的には科学者たちが我々の種族の渇望を満たせるある種の血液を作っている。でもそういうの需要というかあるんだろうな。生き血を飲む人というか、生き血を飲まなきゃいけないのであればかなり争いの種になりそうですもんね、本物の血を使わずに。ほんと化学物質とかじゃないけど、水となんとかとなんとかとだけで作るって感じなんだ。血因には文化的健康的な懸念がつきまとうからな。へえ、健康的な懸念。血液感染するウイルスとか病気が吸血鬼にも効くのかな。味は一緒なのかい。まあ近い。高くないのか。あ、高そう。高い高いが、私は買える。さすがスーパーモデル。とはいえ今も研究が進んでいるから、いずれは誰でも気軽に買えるようになるだろう。でも結構ここ最近気味なのかな。10年って言ってたのがその合成血液の出っ放しみたいな、しょっぱなみたいな感じなのかな。ふーむ、合成血液を他の材料と混ぜたらカクテル、カクテルじゃないわ、コーヒー美味しいんじゃないかな。ん、血液ベースの飲み物を売り出そうと。あ、でもなんか合成血液って飲食店で取り扱っていいんですかね。あ、でもありそうだな。吸血鬼がいるような世界だったらね、その人用のメニューとかあってもおかしくない気がするけどな。保健省の認可が下りてるのでみたいな。新しいお客を開脚新しいお客の足広げさせてどうすんだよ。新しいお客を開拓できそうだが、常連は去っていく。あー、気持ち悪がられるか。ごもっとも。それにどういった味になるかは微妙だ。なんか試飲、試し飲みとかもマスターあんまできなさそうだしな。大抵の血液は生き血を飲むことを好む。あ、やっぱそうなのね。ただ中にはいろいろな飲み方を試しているものもいる。カクテルとか絶対あるだろうな。いろいろな飲み方？大半は酒だな。ね。中には怪しい物質を混ぜて飲んでるやつもいるが、なんか血に変な薬とか物質混ぜたら飲んでも
ちゃんと吸収できなさそう。ほう、よく知っているな。病院勤務だもんで、俺は病院で働いてんだぜ。そうだ、ヴィーガン生活のことで思い出したが、なんだ、毎月の返信の方はどうなった？ああ、人狼だからね。怒りを抑え込む苦痛の少ない方法は見つかったか？怒り、返信して怒るんだ。いや、まだだ。だが、だが飲み物だってのは分かった。どういった飲み物だ？生姜とカフェイン、そいつを一定の割合で混ぜる。今回のね、生姜入りコーヒーもまさにって感じですよね。それで生姜入りのコーヒーを頼んだのか？ああ、可能性を探っているとこでな。ただこいつじゃなかった。なんかビビッとくるものがあるのかな。多分コーヒーに含まれるカフェインが多すぎるんだ。もう少しカフェインを抑えめの飲み物で生姜と混ぜる。市販の抗変身薬を使ったらどうだ？おー、やっぱあるのね。信用できん。信用？それにあの薬は一般向けだ。一般向け？ガラさんは一般じゃないんですか。人狼によって特効薬は異なるから、俺らはそいつを見つけないといかん。はーん。カスタマイズじゃないけど、人それぞれ違うんだ。で、一般向けってことは、効果が薄いってことなのかな？それに効果は年齢によっても変化する。へえ。この飲み物の効果はどれくらいだ？怒りを鎮めるには十分さ。怒る以外に何だろうな、変身するから凶暴性とかいろいろあったりするのかな。正直それだけで事足りる。おお、じゃあいいじゃん。ジャヒトゥーブルックですよ。少なくともお前は飲み物で変身を止められる。聞いた話じゃ人狼によってはちょいと盗作的なやり方で怒りを鎮めるそうだな。盗作的なやり方というと SM プレイみたいなやつだ。あー、やっぱりぶん殴ったりとか怒りを発散させないとダメなのかな。人狼になって M 側は想像がつかんけどな。そういうのはエロビデオの中だけの話さ。待て、なんだって？人狼ならみんな知ってら。お前にそういう趣味があっても恥じることはない。いや、知り合いに聞いたんだ。スーパーモデル恥ずかしいな。だったら騙されたんだよ。クソ。そりゃ発作を抑えるためにセックスすんのは珍しくない。収まるもんなのかね。けどまあ普通は地味なもんさ。言われてみれば、発作中に SM プレイなんかしたら血まみれになるか。やっぱね、人狼同士でも人狼対別種族でも童話がいても血は避けられなさそう。その通り。ではお前の話を続けよう。この特効薬に必要な材料はどのくらい分かったんだ？今のところ生姜が必要ってことだけ。それと多分軽めのカフェインだ。ひょっとすると紅茶とか。あんた今のをメモしておけ。いやいやいや、ハイドさん、もう用意してあるんですわ。ガラハットなんすわ。もう名前がガラってついてるしね。こいつが店内で暴れだしたら困るだろう。今日は紅茶を切らしていてね。けど今度君が来た時には試しにその特効薬を作ってみよう。なんか6年前から来てるんだったらもうちょっとこの話しててもおかしくない気はするけど、あれか、飲み物とか生姜で収まるって気づいたのが最近なのかな。そいつは助かるよ。ちょいと失礼。おお。スマホを見る目優しいな。ハイドさんめっちゃこっちまっすぐ見てきますね。泣きぼくろが素敵です。悪い、俺は行く。お、病院に急患が運ばれてきたらしい。医療事務で急患って何するんだろうな。なら私も帰ろう。ああ、一緒にタクシーに乗っていけばいい。外は雨ですもんね。よし、飲み物もどうも。ロスへ帰る前にもう一度寄らせてもらうよ。もう一回だけですか？だからまた会おう。もっともっと来てもいいんですよ。次はラテアートとかどうですか？来てくれてありがとう。気をつけてお帰りください。うん、帰っちゃった。
ああ、ラテアート書く隙を与えてくれなかったな今日は。どうも、今夜の執筆は終了かい？大体ね。さっきの二人、ネットの動画を思い出すな。ネットの動画、変な妄想を膨らませないでくれるかい？どんな妄想よ。狼と虎の赤ちゃんがじゃれ合ってる動画だけど。ああ、まあ可愛いね。変わった状況で育まれる友情を見るのってなんかいいよね。ああ、吸血鬼と人狼ってそんな馬が合わないみたいなイメージがあるんだ。あ、そっちの動画か。バリスタは何を思いついたんだ。え？どういう動画だと思ったわけ？ねえ、そのわかるだろ。いや、やっぱり忘れてくれ。バリスタもなんかちょっとずれた可愛いとこあるんだな。あれか、男同士だから BL 的なやつか。マスターさ、冗談だって。忘れてよ。冗談はやめた方がいいよ。すっごい下手だし。おお、本当ですか。とにかくすっごく面白かった。今夜は収穫たっぷりね。お、ジョルジュ巡査と吸血鬼と人狼の話で。そろそろ帰って寝よっと。そうとも、休みを取ることは大切だ。これこのゲームの格言かもしれないですね。皆さんもしっかり休んでくださいね。また明日かな。あ、心配しないで、明日もちゃんと来るからさ。いや、ありがとうございます。いつもフレイヤさんにこのお店は守られてます。おやすみ、気をつけて帰るんだぞ。最後のお客さんが帰っちゃいましたね。お、これで2日目は終了となります。ベッドチェンバー、深い眠りを切望する方への一杯。なんかちょうど休みのことを言ったし合ってるな。で、あのラテアートがズズズズズってなってるのめっちゃ可愛いっすよね。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。